高速道路 A3 本校では、モロッコの交通について解説する。モロッコには、56,986km の道路に加え、1,808km の高速道路がある。また、ワンスフの高速鉄道計画の第一段階として、単価サブランカ高速鉄道が建設され、将来的には2035年までに5 0 0 キロメートルに及ぶ新しい路線が開通する予定である。TGV の技術を利用した高速鉄道は定員500人で年間800万人を輸送できる。高速鉄道は2011年9月に工事が開始された。2014年にインフラ及び旅客設備の工事を終え、2015年12月から運行される計画であったものの、 遅れが出たが2018年11月15日から運用している。インフラの整備は他の産業の発展や2010年までに1000万人の観光客を誘致するという目標の達成が期待されるということもあってモロッコの最も大規模で長期的な計画の一つである。国内のインフラの改善に 数十億ドルの予算が当てられており、特に海運産業には力を入れている。2008年から2012年にかけての計画では163億ドルがタンジェメット港にある港湾産業複合施設とタンジェとカサブランカを結ぶ高速鉄道の建設に使われた。また、高速道路路線網の拡充やカサブランカのムハンマド5世、国際空港の改善も行われている。 計画されている高速鉄道網鉄道路線網のうち 1907km が 1435mm の標準機であり 1003km が 3KVDC の電化区間である。モロッコの鉄道ワンスフはいくつかの高速鉄道計画を有しており、うちタンジェとケニパラを結ぶ区間は2011年9月に寄港した。計画では 北部のタンジェからアガディールを経由して、マラケシュに至る路線と、大西洋側のカサブランカからアルジェリア国境の宇治田までの路線の2路線が、幹線として位置づけられている。これらの路線すべてが認可される見込みで、2035年までに 1500km に及ぶ路線が建設される予定だ。完成には1兆ディルハムの費用がかかる。高速鉄道が完成すれば、 カサブランカからマラケシュまでの所要時間は3時間から1時間20分、首都ラバトからタンジェは4時間30分から1時間30分と、大幅に短縮される。タンジェケニトラカンを結ぶ路線の次には、マラケシュとエッサウィラを結ぶ路線、そして、ラバトとメクネスを結ぶ路線が建設される予定である。最終的には、これら2主要都市と大西洋岸が、 現在の2時間から1時間足らずで結ばれる。単純ケニトラ間の高速鉄道の建設は、路線が複数の州にまたがって運行されることもあり、土地収容の問題に悩まされ、遅れている。この遅延は、次に計画されているマラケシュエッサウィラ間の路線建設でも必要な土地収容期間を圧迫している。ナドールとタウリルとを結ぶ鉄道が2010年に完成した。 この路線は2007年から建設が進められてきた。は、開業年モロッコ国内には2006年時点で 57,625km に及ぶ道路、2016年8月時点で 1,808km の高速道路が存在する。国道モロッコ保有の 1000GRT 以上の35隻の船舶の内訳外国保有、14な道路口に、 停泊するコマーノブのローパックスフェリー、ありがとうございます。